はい、酒好き直りの飲酒動画始めていきたいと思います。今日はね、ちょっとね、だいぶ飲みまくってますけどね。レーベンブロイ、あと熟成プレミアム、そしてこの、今現在、あ、違う、アブソルトウォッカも飲んだか。アブソルトウォッカのワンショット飲んだでしょ？動画で紹介したやつね。そしてこのアップルじゃあ、ビッグアップル。今回飲むのはビッグアップル。というカクテルですね。スクリュードライバーオレンジジュース。スクリュードライバーのオレンジジュースをアップルジュースに変えただけです。簡単ですね。ウォッカを 45ml、アップルジュースを適量です。簡単です。ね。あ、へえ。結構あるんだね。まあいいや。とりあえず作っていきましょう。はい。45ml です。アブソルトウォッカーを使います。でも、アブソルトウォッカーもあれですね。人気あるみたいですね。かなりね。かなり、人気が高いウォッカーみたいですけどね。確かに美味しいですよ。はい。入れまして、アップルジュース。100% アップルジュース。これはサンガリアです。若干軽く振って。そういえば今日、新潟はね、かなり暑かったです。というのも、まあ、何度行ったんだ、あれ。確か22、3度行ったんじゃないか。かなりね、暑かったです。はい。出来上がりです。はい、それじゃあ、乾杯。うおなんか、ん？なんかすごい味になりましたね。ベースのウォッカをジンに変えるとジンアップル。ベースをクレームドカシスに変えるとカシスアップル。というカクテルに変わるらしいです。ジンアップル俺飲んだことないな。今度買ってみようかな。へぇ。はあ。なんか、アップルジュースがね、なんか、味が、変わった感じがする。なんか、なんだろう。だいぶ変わった感じがする。なんでビッグアップルで検索したらやけになんかよくわからないのが出てくるんだこれ。
って感じですね。正直。難しい。でも、かなりウォッカの味わいが、浮き出てますね。スクリュードライバーにも似てる感じがしますね。この感じ。ウォッカアップルジュースというカクテルがあるらしいですね。嘘くせえな。なんかいろいろおかしいですけど、まあいいや。あんまり気にしないことにしよう。なるほどね。これをジンに変えるとジンアップルになるのか。はあ、それはそれで飲んでみたい。ウォッカと違って、ジンはかなり味がある、まあ、お酒ですからね。まあ、それはかなり味が変わるのではないかとは思われますけどね。ジンアップルか。まだ俺、このカクテル作ってないですね。ジンアップルはね。ジンアップルか。まあどうでもいいんですけど、ジンの話になりますけど、タンカレーのナンバー10、こちらが、2500円ぐらいで売ってるんですけど、これもちょっと飲んでみたいんですよね。ただね、高い、2500円は高い。さすがに。ビルドで作ります、ビルドで作りますって何だ。カクテル用語ですね。ビルド、ビルドはミキシンググラスなどは使わず、直接飲むグラスに材料を混ぜ合わせて作るカクテルの技法です。なるほど。まあ基本的に簡単ですからね、ビルド。早速使いますけどね。まあミキシンググラス。ミキシンググラスって何だ？シェイカーのことか。
ミキシンググラスってなんだ。ん？ミキシンググラス。初めて見たんだけど。なんだ？ミキシンググラス。酒と酒などの混ざりやすい材料同士をかき混ぜるときや、カクテルを透明に仕上げるときに使う大きめのグラスのこと。あー。へぇ。ミキシンググラス高っ。はあ、うん、難しいっすね。ああ、ミキシンググラス2000円とかするの。はあ。カクテルを注ぎやすいように、注ぎ口があって、ステアするときにブレにくいように重量があって、ステアしやすいように、グラスの底間が丸めになってます。ああ、こういうやつのことか。つまり、それでミキシングして、そんで、あれか、グラスに注ぐってことか。はあ。なるほどね。で、ストレーナーを使うと。はあ。はあ、なるほどね。ああ、なるほど。そういうやつなのか。はあ、結構勉強になった。うん。こちらは、まあ、四つ星かな。うん。まあ、四つ星で、いきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。